どうも、キツネが今まで、おいらっしゃ、おお、お星くず、ミステリー視聴しかわというわけでですね、今回まずは都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。おりちゃん、なんじゃねえ、ガミサ関、しょんべんしたのか。すげえ脅迫だ。今回の都市伝説は、太陽系外から突如現れた謎の天体、オウムアムロ。実は、地球外生命体の UFO である可能性が高い。というわけでですね、今回そのオウムアムロについて出ていきたいと思います。2017年、ハワイ大学の天文学研究所が太陽系の外部から侵入してきた謎の天体、オウムアムアの観測に成功したのね。そして、オウムアムアとはハワイ語で遠方から初めての使者、偵察者という意味をある。ハワイ、ハワイ、ハワイ。頭が言ってんのか。そして、これはたびたび動画に登場する1万3000年前から地球上を周回するブラックナイト衛星とは別物とされてる。だから勘違いするなっていうこと。それを主張したんだね。そしてこれは人類が初めて観測した恒星間を行き来する天体で、時速9万5000キロの速さで太陽系内に侵入したことが分かってる。その形は非常に奇妙なもので、長さ 400m、 幅が 40m と細長い形をしており、その重王比がちょうど10対1というのも天体とは思えない。さらに太陽系の重力を無視した軌道であり、太陽系に侵入する際には急加速、出ていく際には異常な減速をしている。このことからオウムアムアは地球外文明が送り込んだ UFO なのではないかと言われてる。アムアムしたい。えっけなお前。そして UFO には最も有名なアダムスキー型、円盤型、三角形型、葉巻型、V 字型などいくつかの種類があるけれども、このオウムアムアの形が葉巻型 UFO に酷似してるね。そういえばこの間ね、米のコーヒーでタイマー吸ってるやつ臭かったよ。ナイスクープだ。しかしハワイ大学などを中心とした研究チームは、地球外文明による人工物説を否定しており、天然起源の天体であるという研究結果を発表し、コンピューターシミュレーションではある恒星の重力の影響で粉砕した天体の破片であるという結果があるけれども、ハーバード大学の教授シュムエル・ビアリーと天文学部長のエイブラハム・ローブは、地球外文明が意図的に送り込んだものであると主張してる。デカ男じゃないですか。デカ男がいる。その根拠としては、他の小惑星とは似ても似つかない形状であり、彗星であればガスが放出されるはずであるため、彗星でもないということだね。そしてハーバード大学の研究チームは、この天体が異星人の高度な技術によって人工的に作られたもので、地球の周辺を探査している可能性があると指摘してる。これはもしかしたらね、またニビル星がね、金を探してるのかもしれないね。その偵察船ということですか。いや、それはね、いたろうか。そして太陽系侵入時の急加速についても言及していて、シカゴ大学の研究チームは、オウムアムアは彗星であり、加速は2つの水素原子からなる H2 ガスによるものであるという仮説を発表しているけれども、これに対しローブ教授は、水素原子であれば太陽系に到達する前に蒸発してしまうと反論し、この仮説は覆ったのよ。そして重王比10対1というなんとも極端な比率の小惑星は今まで一度も観測されてない。そして現在オウムアムアは地球から遠ざかっているんだけれども、宇宙船を打ち上げ太陽系の外まで追跡するプロジェクトが計画中なの。あーふぉー待てーその通りだろ。さらに2018年に亡くなった天才理論物理学者スティーブン・ホーキング博士の天文学者グループがオウムアムアの調査を行っており、オウムアムアから発信される微弱な電磁信号をキャッチしようと試みてる。そしてこのオウムアムアの正体は現在も明らかになっておらず、 UFO 説というのも 0% ではないと言われてるけれども、その確率は今のところ低い。なんかね、その岩を模した宇宙船とか言われてるんだよね。ああ、カムラジュ。そしてもしオウムアムアが地球外文明のものでなかったとしても、裏では NASA が地球外文明との接触を試みており、あの惑星ニビルの調査も秘密裏に行っているかもしれない。シュネール文明だこりゃ。クイズ番組だ。